商会と脅威で天下を取るアキミロです。はい、三国志大 PK 続き遊んでいきます。前回でね、なんとか公領そして武領を取ることに成功しました。今回は引き続き調査、慶陽、霊陵という慶南を取っていきたいと思います。その後甲子も行っちゃおうかな。何気にもう県内まで5軍が来てるんですけど、ここ取っちゃうとね、南蛮が襲ってくるので、ちょっとここを取るかどうかはちょっと進行しながら考えます。あと前回この剣閣に曹操軍じゃなくて曹官軍かが攻めてきて撃退が終わったんですよね。花房館まだ結構兵いるな。将兵2000、まあ、約3万か。減ってれば攻めること考えようかなと思ったんですけど、まだちょっと厳しいかな。だからそれよりはやっぱこの常陽光の3000を落として、そのままねちょっと上に行って成城を狙う方がいいかもしれません。ということで、ちょっと義軍に対しては常陽光で、五軍に対しては慶南攻めていきます。はい、五の捕虜補強さん仲間入りです。見くびるな。佐伯さんは硬いです。阪神公は五軍に降伏しました。ウリン公は紹介軍に降伏しました。そして俸禄が払えず不満が溜まっております。あかんな、一気に内政に金使いすぎた。ちょっと探索して1月までしのぎますと思ったんですけど、もう次が1月だな。はい、佐伯さんも仲間入りです。これで五軍の捕虜はいなくなりました。続いて義軍の武将、なんだっけな、これ将棋だったかな。仲間入りです。義軍の定部がお亡くなりですね。ただでさえ少ない武将が減っていく。では武領から出陣しちゃいます。狙いはすぐ下の霊陵ですね。兵がかなり少ないんで、まだ士気マックスじゃないんですけど、余裕でいけるはずです。そうだな、歩兵のスペシャリスト5名でいきましょう。陣形はセーラー、全員粘土にして向かわせます。兵は1万でいくかな、いや1万5000でいきましょう。龍中公は義軍に降伏しました。まあ隣に6万近くもあったら、あ違う、逆だ。てっきり今五軍に降伏したかと思ったら義軍に降伏したんだ。いやー、こんな隣に6万近くあったらすぐ襲われるでしょう。勇気あるな、ここの港の人たち。では脅威隊が霊陵にたどり着くので見ていきましょう。右下からね、約2000の部隊も出てきてます。霊陵9900まで兵増えてますね。左上からもなんか来てんだ。戦車だー、滝に飛ぼう。ダメかー、お誰か戦車覚えた。粘土のスペシャリスト部隊頑張れー。粘土よ粘土ー、来たー2連鎖。しかも武力が高いシャビと脅威の2連鎖。そう、在野にね1人武将が増えてました。東中さんも来てくれないなー。舞台入ったけど残り4100ですね。これは戦わずに霊領の中に入りそうですね。2870は落としきれなかった。捕虜は返しません。はい、霊領の戦い続きです。舞台はやっぱり城の中に入りましたね。そして脅威の連動です。くらえ、しかも怪我させた。素晴らしい。残り2202。財安は断られるな。霊陵残りちょい。当中お父さんの当該で説得に行ってもダメですね。はい、紹介人の霊陵完成させました。無事ゲットだぜ。捕虜はいてくれるかな。お、捕縛って書いてある。おっと、財安にいた武将が自ら仕返してきました。お願い申し上げます。喜んで、しかも結構能力高いじゃん、いいね。霊陵負傷兵が4152もいます。これはいいな。回復したら次攻めましょう。お、抜擢武将を連れてきましたね。これは新音さんかな。
能力は統率が一番良さそうですね。知力も傑出てか素質はすごいね。これ有望有望傑出抜群じゃん。オールマイティ、オールマイティとなるとやっぱり脅威かな。まあ政治はあんま高くないけど、まあ、当該もありか。たまには当該さんにお願いしようかな。幻覚よろしくお願いします。兵糧から1万5000の青蘭部隊出します。さっきと全く同じですね。脅威たちの部隊、狙いは調査です。兵糧は最後に落とします。で霊量が3800になっちゃったので、そうだな、4986武量から霊量に輸送します。はい、霊量の捕虜になっていた東さん仲間にです。武力70台と結構強いです。義軍のこれなんだろう、純外かな、なくなりました。抜擢武将に何を教えるかですね。武術だ、ダメだ、奮闘を覚えられず。お、霊領最後の捕虜グッシも仲間です。あとは義軍の当中だけなんですけど、やったら硬いんですね。当中全く来てくれない。抜擢武将に再び何を教えるかですね。簡単なのがいいんだけどな。馬術ダメだ、覚えらんねー。突撃ダメだ、兵法全然覚えられねー。現状全部平凡、まだ余力はありますね。今後に期待。では脅威隊が調査にたどり着くので戦闘を見ていきましょう。下の慶応から援軍が来る気配は全くないですね。やっぱり一番切ってまでね出そうとはしてこない。さあ調査確保しろ。ここには3人武将がいますけど出てきませんね。連動の連鎖お願いします。我が軍は連動のプロですからね。思ったら相手の連射が来た、止めろ、敵ぃ、止まらない。義勇が連射を習得、当中やはり来ません。連動連動連動ドドー、なぜ出ない。1回ぐらい出して、1回ぐらい連動来た、連動よ。シャビさんの連動炸裂、2800人、あと1ターンあれば落とせる。引き続き調査の戦いです。あと一発レッドが打てばもう終わりかな。レッドレッドレッドとどう出ないしかしもう出なくても終わりそうですね。じゃあとどめの逃げさ終了。はい、紹介軍が調査を陥落させました。けいな、あと一つ慶応すぐに落としてくれるわ。サイズが攻めてくるから、その後どうするか考えないと。調査の負傷兵は4647ありますね。いいねいいね、これが回復したら慶応行きましょう。捕虜は朝廷さんのみでしたね。もう当中中世92まで下がってるのに来ないんですよね。なんでだろう、お父さんの当該の説得でも来ないんですよ。抜擢武将に何を教えるかですね。強連来たんで強連いきます。来たー、奮戦奮闘かな、イエーイ、奮陣、あ、来たー、全部覚えた、やりました、ついに兵法が完成しました。奮陣奮戦奮闘習得、当該も奮陣覚えました、最高。そして指導終了。微妙な感じな気がするけど、おお全然いい。統率85、武力83、知力と政治も60代と優秀優秀。しかも粉塵覚えたし、突進もある、青蘭も持ってます、混乱罠もあるし、いやーいいですね。新王さんようこそ。調査の負傷兵が全部回復し、士気もマックスになったので、先ほどと全く同じ構成で慶応出陣します。こちらの5名かな、青蘭で1万5000で出しちゃいます。では脅威隊が慶応にたどり着きそうなので見ていきましょう。進行フェーズ、敵は3武将いますけど出てこないでしょうね。そして調査の捕虜は全くなびいてくれません。連動の連鎖がいっぱい出ればすぐ終わるよ。
そして東中は抽選91まで下がったのにまだ来てくれません。じゃあ連動ファイヤー。おお、2848強い。もう一発、もう一発、連動2連鎖、連動2連鎖、レッド来たと思ったら敵だった。それじゃあカキンカキン、決まっちゃったか。次のターンにお預けです。ではとどめ見ていきましょう。朝廷さんは相変わらず来ない。さあ連動出れば終わりだよ。連動出なくても終わりですけど、あと315。はい、紹介軍が KO を陥落させました。これで K なんか K 弾ゲットだぜ。ただ異民族が攻めてくるようになりますね、これで。まあ、KO は捨ててもいいんですけどね、捨てたら捨てたで多分最層からね舞台出てくる気がしますけど、ただ1番しかないからさすがに来ないか。これだったらちょっと3越が KO に攻めてきたら KO は捨てます。戦ってもあんま美味しくないんで。将兵は2101しかいない。ちなみに捕虜は増えてる。結構捕まえたな、3人か。できればな、慶を明け渡すにしてもこの3人登用してからがいいな。慶南と戦いながら実は生徒ですごい兵器人口あったんで徴兵してたんですけど、2万5000と1万かな、1万を AR に入れて2万5000を AR のちょい上にある干渉櫓に輸送しました。これでね干渉櫓が4万2000になったので、ここら辺にちょっと強い武将を当該とかかな、今生徒に置いてあるんですけど、移して常用庫を落としたら聖女を迎えたいと思います。てかめちゃめちゃ今五軍が深夜に攻めてるな、ビッグチャンスじゃん、今しかねえ。ということで急ぎ移動して攻めます。慶応の捕虜劉春が一発で仲間になってくれました。嬉しい。他はさすがに無理かな。慶応兵器人口も1万4000あったんで、これも全部もう徴兵しちゃいましょう。その上で慶応は捨てる。紹介たちも干渉櫓に着いたんで常用校に出陣します。2部隊に分けてた、そうかな、当該部隊と紹介部隊ですと思ったんですけど、西蘭1部隊でとりあえず港だけ先に落としちゃいましょう。落としてから輸送もしくは出陣してこの常用校に残りの兵を移します。行くぞい。今連打しちゃってたんですけど、誰が仲間だったんだ、牧羊校だ、牧羊校が仲間になりました。はい、港に到着。翔華さんのいきなり連射です。常用校3点しかないんですぐ終わると思います。武将もいないし。はい、ゼロ。翔華君が常用校を落としました。では干渉櫓から輸送というより出陣でいいかな。ちょっと1だけ残して出陣しようかな。ここも一応陥落しないで残っててほしい。で常用校はもう訓練とかせず一気に上の港取りに行きます。敵があそこに兵士を置く前になんとかしたい。一応念のために強さとかコブとか船でしか使えない戦法てか兵法かに変えた上で出そうかな。いくぞ、安陽港に出陣。はい、安陽港陥落です。兵士入んなくてよかった。おっ、竹城西が義軍に降伏しました。あれは五のやつか。ほぼ結構追い詰められてる感じかな。私が経団丸ごと奪い取っちゃったからな。講師はまだ1万か、県で3万3000と結構兵溜まってるな。そろそろ我々も3ヶ月の間金が尽きることなくなってきたので、南蛮と外交を結んで攻めてもらおうかな。外交と信頼になった、外交とじゃない、南蛮と信頼になったら雲南とかも取っちゃっていいんで、
そうだな、10月になったらちょっと南蛮に外交を送り始めます。成城1万1000しか兵ないんで、もう商会とかと合流する前に出しちゃいます。果たして落とせるかな。多分輸送来ると思うんですよ。その輸送とかが来る前に倒せるかどうかですね。戦闘は郊外で大丈夫だな。2万や1残しておくか。これで正常に攻撃だ。では見ていきましょう。すぐ戦闘になるはずです。相手の輸送が入るのが先か、こっちが落とすのが先か、勝負。東州さん来ないな。リクベルだ。東州さんが投与できればね、もう兵を捨ててもいいんですけどね。ああ、右下から見える。早くも、でもそんなに数多くないな。1万だけですね。仮に入られたとしても大丈夫な気がする。よし、交代。兵法は出ない。兵王の兵役人口は0になり、士気も100になったので、ちょっと脅威たちは出しちゃいましょう。でも誰かしら置いとかないと脱走されちゃうかな。一応今のターン東洋3人ぐらいいけるって言われたんで、それを信じて出しちゃうか。いや、1人置いていこう。やっぱり1番兵回収できるように。この中だと利休さんかな。利休さんを置いていきましょう。で、2万、いきなり甲州を攻めるのではなく、一回栄領に寄っていきましょう。そこから再度出陣します。再び成城の戦いです。いやー、来ないなー朝廷さん。もう東中には東洋送ってません。あ、東州さん来ました。これで慶応の捕虜全員なくなりました。右下からまた輸送来てるな。これ警報が出ないとつらい。全く出てくれない当該軍。しかも2部隊来てねえか。なんか2つ旗が見える。違うな、1つは深夜の旗か。くそー、やっと出たと思ったら敵だし、止められない。常陽校からもう商会たちも出陣させちゃいます。この兵士はちょっと1だけ残していこうかな。で、セーラーンっていくか。残念ながら粘土とかないんだよな。まあ戦車でいくか。戦車、ダブル戦車だ。これでもう直接成城行っていただきましょう。では、引き続き成城の戦いを見ていきましょう。下からまた来るかな。1万、いやでももう出てくる気配ないな。ゴブリンがね、この木に深夜狙ってくれればいいんですけど。そして東海の戦車決まった。テッ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 テン。そして1番の部隊が正常に入っちゃいました。しかしまだだ、まだいける。正常止めろ。ガキー、止まらない。当該頑張ってくれ、紹介がつくまで。はい、正常の続きです。深夜から輸送部隊が出ている。しかも2万も数が多い。あれがたどり着く前に落とさないと負けるかも。戦車だ。当該以外の兵法がまるで出ない。止めろー。よし、ナイス、止めた。素晴らしい。戦車だ、いいよ。紹介、当該と紹介ライバル同士のトリプル押し切れ。あの一番一番が入る前に、よーし、連射きたー。さすが戦艦三組に、あとちょいだ。これは相手の戦車か。止めろー、ガキー、止められない。はい、そういえば南蛮に外交の贈呈を送りました。ちょっと政治低めだったんで怪しいですけど、
東大受け取ってくれるかい。おー来た、受け取ってくれた。なんとか1月までの間に信頼まで上げちゃいたいです。うん、返してですね、絶対嫌です。霊寮の式が100になったので、青蘭部隊レード連動のスペシャリスト部隊出しちゃいますと思ったんですけど、そっか、一人利休がいないから代わりにね、土曜を連れてこうと思って武陵から霊寮に移動してたんでした。この5名の青蘭部隊で講師に向けちゃいます。講師は兵1万しかない状態ですね。しかも今武将がお出かけ中でいませんでした。まあ、たどり着くまでの間にはさすがに出てくると思うんですけど、さあ聖女落とせるか、いけー、いきなり聖女が出た。あれー、あと350、入る前に敵の2番が入る前に落とせ。よっしゃー、紹介が聖女を陥落させました。これでうちらも義軍に攻めやすくなります。相手は帰ってきました。聖城にどんどん兵を輸送してやる。そして南波への贈呈、60だったんですよね、政治が少々若干怪しい。おお、受け取ってくれたわ、やったー。おお、早くも信頼になった、これはいいよ。南蛮に要請するのもありですね。深夜、まあ、5万か、まだ多いな。隣の雇用校3万4000か。上の長安は5万2000。結構な数だな。で、漢中が4万。傭兵館は3000か。そうだな、傭兵館落とすことを考えてもいいかもしれないですね。まあ、とりあえずね、今回はちょっと慶南取れて聖城も取れたところでキリがいいんで、ここでやめたいと思います。最後によければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次は義軍、どんどん攻撃してってやるぜ。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。